はい、皆さんこんにちは。今回ご紹介させていただくのは居酒屋さんの馬ござるさんです。今回動画はなく、写真とナレーションでご紹介します。よろしくお願いします。看板もないのですが、隠れ家的な安くて美味しいお店です。こちらは看板ではなく表札です。小さく出ていました。私たちが訪れたのは夕方5時、まだ早い時間なのにほぼ満席です。メニューはこちら。お店のガラスに貼ってありました。よく見ていただくと安いのがわかるかと思います。まずはみんなで乾杯。瓶ラムネ、あんまり置いているお店もないですよね。懐かしいですね。早速注文していた大間さん登場。左から馬の肩ロース、馬のあばら側の肉、馬のもも肉、馬の胸椎後方の肉、それぞれ各190円です。お安い。はい、こちらは馬の生タン。牛や豚の生タンも食べたことないのですが、初めて生タン食べました。薄切りだからか、牛や豚ほどのコリコリ感はなく、さっぱりとした感じです。はい、そしてこちらはきりたんぽ。馬とは関係ないんですけど、食べたくて頼んじゃいました。うん、きりたんぽって感じです。すごくないですか？こちら馬のレバ刺しです。牛しか食べたことないんですけど、私レバ刺し大好きなんです。馬はコリコリしていてすっごく美味しかったです。味付けも最初からついていました。こちらはまたまた馬とは関係ないのですが、味付け卵とオクラ、卵は中まで味が染みてて美味しかったです。お次はあったかメニュー。バスジの少し辛いスープ、担々風。もうね、匂いからして美味しいの。見た目も美味しいのよね。ちょっと混ぜ方とか汚いけど、見ればわかると思うんだけど、すっごく具沢山です。もやしやニラ、ネギ、見えますか？こちらバスジもホロホロしています。こちら本当に温まりました。写真ではわからないけど大きめです。お次は馬のたてがみ、通称小舟というらしいです。こちら一言で言うとラード、牛脂みたいな、ちょっと脂っこい部分でした。お口の中ですぐに溶けてしまうぐらいです。お次はネギ塩のぶつ切り馬肉です。こちらは、ネギとぶつ切りにされた馬肉が混ざってるんですけど、味はね、ほとんどネギって感じでした。はい、最後の商品です。馬の燻製ジャーキー玉ねぎ和え。こちらは、ほぼ玉ねぎです。玉ねぎサラダに、馬肉が刻まれて入ってるかなって感じでした。口の中が玉ねぎ。そんなこんなのあっという間の2時間でした。外では待っているお客さんがいます。本日以上で飲み物9品、食べ物12品、3人で伺って合計21品頼んで税込み6760円でした。安いでしょ。私たちもまさかこんなに安くはないだろうと思っていて、1万近くは行くよねなんて話してたので、本当びっくりでした。ぜひ行ってみてください。